どうも、六六組のエンタメラボへようこそ。六六組のケメラジとペチと町内こと作です。注文完了。何を注文したんでしょうか。ラミヘイさんの髪の毛を注文しました。いや、ないけどね。ここの1本だけ。ここ、いや、そこじゃない。もちろんここで。あ、1本だけ。いや、やめてあげて。取らないで。1つなぎの大変化。はい、ということで漂着者第5話が終了いたしました。ここはですよ、これにて一応第1部がね、完ということなんですけども、ヘミングウェイの正体が明らかにみたいなね、うん、予告ではあったんだけども、はい、これ明らかになりましたかね。これ、なりました。なってます、うん、どこをどう見てたじゃん。いや、見てたけど、いや、確かに言ってたよ、予言者ですよと、予言者様ですよと言ってたけども、うん、予言者じゃない、それなんだよお前。え、そうだったんかとはならんよね。だって、うん、それっぽいことずっとしてたんだからさ。それやぼよ言うな、お前。言い方が変わっただけ。そうなんだよね。正体ですか、予言者様なのよ。いや、まあでもまあそれはまあ確定ってことよな、はい、予言者様であるっていうことは まず確定したっていうのが第1部だだけなんですけども、そう、まあ一応そういうことでいいのかなと。うん、まあでもね、それ以外はやっぱり相変わらずね、うん、謎が多いということで、うん、謎しかないっていうこともあったり、もっと深まったよね、もはやね。そうだね、余計に分からなくなったっていうところもあるし、なんかドラマのテイストが今回結構違ったよね。いや、めっちゃ違った。怖かったし。そうだよね、確かに怖かった。めっちゃ怖かった。途中なんか奇想天外の象ですよね、あの象がすごかったそうっていうのもあったり、なんかね、いろいろ気になるところはあったのでね、はい、そういうところも触れていきたいなというふうに思いますと。ということでですね、そんな漂着者はですね、毎週金曜日夜11時15分からテレビ朝日系列で放送されてまして、僕たちはその翌日土曜日にですね、直後考察動画っていうのを上げております。はい、ぜひチャンネル登録して僕らの動画をチェックしていただけたらなと思います。まずはですね、幸せの鐘の家で女子高生のラペとリモがですね、ヘミングウェイの祈ってる姿を撮影しているんですけども、まあここでまたペリがいない。なんだということ。ペリは本当にやっぱ気になるところではあるよね。ずっといないんだよ。そう、前々回かな、あの幼稚園のところにね、うん、ペリがいないっていうところもあったり、あとですね、この後にあの浦野高等学校という学校がね、やっと出てきて、うん、そこにね、ラペとリモが、話してるっていうね、シーンも出てきたので、うん、まあ一応その高校生であることは、ね、今回ね、そのシーンで間違いなかったんですけども、うん、そこでもやっぱりまたペリがいなかったっていうことがありまして、でその代わりにね、モルっていう新しい女子高生がね、出てきて、予告とか見ると次回も出てきそうな感じだったんだけども、うん、まあ、これは正直メタ的な理由なのかなって今のところは思ってるんですけども、なんか結構ね、舞台とかでね、そうなんですよ、忙しいみたいなので、ペリー役のね方が、隅田さんね、そう、隅田さん、うん、っていう感じなのかな、今のところは。そういう気がしちゃうよね。触れてもいいと思いますよ。うん。ねえ、でも全くもって触れないから。仲良くないのかな。あららら。もうやめろ。普通にあの女子高生3人組とか言ってるけど。なんかちょっと確かにうるさいとかあったかも。まあな。うるさかったかな。そう、っていうので、なんかちょっとね、気になってはいるんだけども、まあその代わりにモルっていう新しい女子高生出てきて、うん、まあそこのね、3人組みたいな感じでなってくのかなっていう。女子高生ってそういうとこあるんだ。まあいろいろね、女子の世界はあるって言うけども、で、相変わらずその新しいモルっていうのも、まあ知り一人になるというか、リモ、はい、モルっていうことで、ね、まだこれも名前がつながるっていうのも、まあ、何か意味があるのかどうなのかっていうようなところがありましたね。で次がですね、まあ、ヘミングウェイの記憶が少し蘇ってきて、どこかの崖から海に飛び降りたんだと思う大勢の人が集まっていた。崖から飛び降りたのは自らの意思だとか、みんなが手を振っていた。で手をこうやって前に出して、まあ、飛び込んだというのが正しい。で集まった人たちの声援も聞こえる。みんなに見送られていたんだっていうようなことを言っていたと。でまあこういったのをね、思い出したのも、まあ、琴音に出会ったからっていうね、うんうんうん、ことを言っていて、まあ、ヘミングウェイがね、本当にこういうことがあって崖から落ちて、で新潟にね、ああやって漂着したんだよっていうことが分かったと思うんだけども、うんうん、まあ、このね、感じからするにやっぱりそういった儀式みたいなことが行われてて、 それでね、飛び降りたのかなっていうふうにも思うけども、で見送られてるっていうところも、あ、ちゃんと儀式を、儀式なのかな。じゃあヘミングウェイもそれをもう儀式っていうのを承知で自分からやってったのかな。行くしかなかったんだ。で、うん、唯一成功したんじゃない。まあそうだよね。6話のあらすじでね、ヘミングウェイと同じとこのタトゥーがついた人が水死体で流れ着いたみたいなの書いてある。結局そのね、トリマークがついた人たちが何なのかっていうのも、確かわかんないよね。
まあ、ヘミングウェイは、まあ、とりあえず預言者様であったわけじゃん、うん、だから預言者様の中でも本当にすごいのがヘミングウェイで、それ以外の、まあ、雑魚預言者は生きてたどり着けなかった、うん、みたいな感じなのかもしれないのよ。生きたから預言者になれたみたいなことの可能性がある。ああ、まあそうだよね、うん、そっちもあるのか。儀式ってそういうとこあるじゃん。まあ、任命というか、まあ、決めるみたいなとこある、うん、耐えてこそ君は預言者だ。じゃあそれで、うん、あ、生き残ったことで預言者になれたっていうようなことなのかな、うん、このと、ね、うん、まあ今のとこつながるとそうだよね、うん、だからそれでみんながね、あ、預言者誕生した誕生したっていうことでお待ちしてましただ。そう、みんながあわあわしてるってのが今の状況なのかもしれないよね、うん、まあそうやってヘミングウェイが預言者ではあると同時にそれ以外の能力っていうのもある感じだったよね、うん、それこそ今回ね、女子高生が撮ったその祈りのね動画を人々が見ることで何か異常な行動をしてしまうっていうことがあったので、もうただものじゃないよねヘミングウェイも、うん、もう預言以外の影響もあるっていうことがあったんだけども、まあ、例えばね、警察のね柴田なんかはその映像を見ると、まあ、パパどこっていうのね声が聞こえてきて、うん、なんかどうやらね12年前にねひかりちゃんっていうね娘さんをね見失ってしまったよっていうのね過去があったっていうのも明らかになったり、飛べるみたいな暗示がかかって飛び降りちゃったね、うん、風まで飛び降りちゃった人もいたりとか、あと頭打ちつけてね、そう、先生が死んじゃったりとかいたな。まあ例えばね、その先生の件に関しては何かね自分の犯した罪みたいなことをなんかね咎められるような幻影がね映って死んで詫びろみたいな感じになって、ああいうような行動をしたのかなっていうのもあるし、人々の過去を見せたりとか、それこそね警察のね佐々木がなんかあの映像を見たことで古市家にね警察を連れて行ったみたいなこともあったので、うん、なんかそういった手助けみたいなこともね人によって変わるんだね。そう、人によってそのね見える映像っていうのが違うので、まあ必ずしも悪いことばかり起きるっていうのはわけではないんだけども、何かやっぱり世の中がそれによって混沌としてしまっているっていうような状況になってしまいましたね。で、続いてがですね、冒頭にも触れたんですけど、まあ琴音がね象にリンゴをあげている描写があったんだけども、どっちだろうね、なんか正直、まあ、CG がああいう CG だったので、はいはい、まあ、本当にいることっていう風にも見えるんだけども、なんか最後にね、あのロシア人の男がですね、あの象から逃げ惑うシーンもあったりして、でも警察がね乗り込んできた後になんか象に関しては何も触れられていなかったので、なんかね幻覚なのかなっていう風にも見えるけども、でもリンゴをね琴音がポンってあげてそれが落ちたりはしなかったね。ちゃんとその食べられて、まあいるものとして扱ってた風に見れる。リンゴごと幻覚だったらね、あ、まあそうだね、まああるけどそんなありなのと思う。まあね、結構もうねだいぶファンタジー要素が強くなってきたので、なんかね警察が最後さ象なんで飼ってたんだみたいな、なんかそういうのがさあったらね、まだ回収されて、あ、本当にいたんだってなるけど、誰も言及しないっていうところでちょっとそのもしかしたらなんかね、そういった幻覚が見えているみたいなね、なんかそういったヘミングウェイ関係でのそういうのなのかもしれないし、本当にただいたけど最後まで何も触れられなかったっていうだけかもしれないですよね。まあ一個視聴者を惑わすネタっていう、まあね、ちょっとネタ的にね入れた可能性はあるかなっていう感じですね。はい、でね、今もねそのちょっと話出てきたロシア人の男っていうのはね、前もね出てきて、まあエミをね襲ったりフルゴールをね襲ったりした男なんだけども、あいつらが琴音とも繋がってたっていうのが意外でしたね。意外。琴音とそのロシア人側のね秘密組織の残党っていうのがその対立関係にあって、そのヘミングウェイを巡る戦いをしてんじゃないかなみたいに思ってたんだけども、そんなことはなかったと。もうその2社はね協力し合ってて、でなんかね今回ねその琴音たちをねマークしていた公安がね、その欧州局ロシア課から外務省経由で捜査を中止するようにみたいな通達がね来て撤退するっていうような描写もあったので、もう本当に国家ぐるみでヘミングウェイについてなんか探ってるというか、いうことなんだろうね。もう国家規模のそういうプロジェクトっていうのがちょっと垣間見えたのかなっていう感じはしましたよね。だってヘミングウェイが今ねみんなに知られているっていうこの現状もそれも計画のうちの一つなんじゃないかなと。だってね、それが国家ぐるみの計画ではなかったとしたらさ、うん、結構なことじゃん、まあ、こんなにみんなに知られちゃって。次回の第6話でもさ結構政治にね参入していったりとかするので、全国民、うん、まあ、全世界の人かもしれないけども、そういうのにもヘミングウェイをね認知させて崇める象徴としてみたいなので君臨させようとしてる国家ぐるみの計画なんじゃないかなっていうような、かなりね規模の大きいことになってきてるのかなっていう気がしますよね。でもあのロシア人女性はヘミングウェイを殺そうとしたよね。そうなんだよね、それも意味わかんなくて、男も殴ろうとしてめっちゃそうなんだよ、戦おうとしてたから、だから完全に協力関係
ていうのかもわからないし、まあ正直あそこら辺は、まあ、琴音をね離脱させるための演出だったのかなとも思うし、それだけなのかなやっぱりね。で結局ねロシア人のね残党2人も死んじゃった、ね、自殺してしまったので、そこら辺は闇の中なんだけども、でまあそのねロシア関係で言うと、まあ、琴音がね電話でローゼンとね話してる時に、ウラジオストクで会いましょうみたいなことを言ってたので、これもねウラジオストクっていうのは、ロシアにねあるなんか割と港町みたいなところで、はい、割とまあ人口601万人の小規模なね、ところ、そう、町らしいんだけども、まあ多分おそらくここでヘミングウェイのね、儀式みたいなのが行われて、まあ飛び降りて、あた。そう、で、新潟にたどり着いたっていう、まあきっかけの崖だったと思うんだけど、まあ一応直線では結べる。Google マップで見たら。やめんなよ、海。いや、だい、いけるんだよ。やっぱ地図で見たらいけそうだよね。いや、いけそうだよ、うん。地球の規模。キュッてね。何万キロだぞ。地図で見たらトトトトンのトンっていうことなんで、でなんかねその大使館で子供たちも隠すわよみたいなことも言ってたので、まあほんとズブズブなんだよね、もうロシアとその日本の琴音たちっていうのは、まあていうかまあ琴音たちというよりももうそれもね国のめっちゃ上の方、日本のトップとかも割と知ってんのかなっていう感じはしますよね。でまあそんでね今回、まあ、死んでしまった琴音なんですけども、まあ、ヘミングウェイの婚約者っていうことをねしきりに言ってたと思うんですけども、まあ、あれはヘミングウェイの先祖と琴音の先祖が、まあ、婚約関係だったよっていうことを言ってたんだけども、それで琴音もああいう風な言い回しをするかなとは正直思うんだけども、まあでもエミもねそういうことを言ってたし、まあそうだったのかなっていうことですよね。だからまあそういった民族の風習で、まあその子孫も一応婚約させられるみたいな、でそれで全然ね琴音もヘミングウェイと会ったことがなくてっていうことで、だから名前も知らなくてっていうようなことだったのかな。はい、で次がですね最後サムネにもなってると思うんですけども、まあ、ローゼン岸本がですね視察型予言者だよ、ね、なんだ急にところでちょっとね予言者がわかんねえんだ、なんかそうだね唐突ではあると思うんだけどもなんだ結構ね今回ローゼンのね怪しい言動っていうことが多かったりして、まずはですねヘミングウェイが13人の子供たちのね居場所を投資した時に、まあ幸せの金の家にいるっていう風なところを見抜いたじゃないですか、うん、でも結局そこでね家宅捜索が行われたけども警察によって、でそこには結局いなくて古市家にの屋敷に移されたじゃないですか、うんうんうん、だからもうこれっていうのは多分ローゼンがヘミングウェイがそうやって投資したことを先回りしてローゼンも投資したんじゃないかなと、だから迅速にねそういった13人の子供をすぐ動かせたじゃないかなっていうところがあったり、幸せのね金の家をみんなが探索してて何も出てこないってなった時に弁護士がねヘミングウェイ様の密告でしょうかっていうと、ローゼンがええもちろんっていうようなねことを言って、ただそれもなんか全然余裕な表情だったので、だから もちろん先回りしてそういうのを対処したよみたいな感じにも見えたし、予知したことを予知してるってこと、そう予知したことを予知して動かしたんじゃないかなと。そうで、その後もですねヘミングウェイが、まあ、エミがちょっと危ないっていう風にね感じで夜、エミ助けに行こうとすると、まあその前にねローゼンが立ちはだかって、この世の中でどこ行くんですかみたいなことも言って、まああれもねちょっと見回りをしててたまたまねあったようにも見えるけども、まあでもにしてはちょっとねタイミングも良すぎたし、だからローゼンはやっぱそのヘミングウェイの行動とかを全部予知投資してるんじゃないかなっていう風な感じはしたんだよね。でまあそんな感じで多分そのいろんなことをローゼンがね先回りしていろいろやってるような行動が今回目立ったっていうのがね今言ったところなんですけども、あとですねエミと琴音の会話でちょっと気になるところがあって、エミがね琴音の家に行っていろいろ話聞いてる時に琴音に対してねヘミングウェイのように予知能力を持ちたんですかって聞くと、あれは選ばれる方だけ今のところはっていうのを言ってんだよね、うんうん、で今のところはっていうことはどんどんこの先ね、うん、ヘミングウェイみたいな預言者っていうのがどんどん生まれてくるんじゃないかなっていうところで、うん、ヘミングウェイはまあ、ロシアのね、その遺伝子を研究とかいろいろあって、まあ、今預言者として君臨してるわけじゃないですか、うん、だからその遺伝子みたいなもの、そのまあ研究途中の遺伝子みたいなものを、まあ、ローゼンが、まあ、なんかどういう形かがね打ち込んだとかなのかもしれないし、実験をねさせられたのかは分かんないけども、ローゼンも預言者として開花してるみたいなことで、うん、まあ試作型預言者みたいなね言い方をしてるんだけども、うん、っていうのでローゼンがいろんなことを今先回りしてできてるんじゃないのかなっていう感じはしたんだよね。なんか振り返ると1話の最後ヘミングウェイがさ自殺を図ったじゃないですか、うんあの時も確かにローゼン岸本なんかめちゃくちゃ余裕そうだったんだよね。そうなんだね。そうローゼン岸本ってこのね5話までを通して全く動じてないんだよね。動じてないね、うん、するよねみたいな顔してんだよ、ね、そうそうなるほど。全部のことをもう知ってるかのような振る舞いをしているっていうことから考えると、試作型
預言者じゃん。なんだなんだなんだ、しっかり来るでしょ。どっから生きてるの。嬉しくて、なんかそうでしょっていうことで、そうなので、まあ言い方はまあね、ちょっと様々だとは思うんだけども、じゃあある、どっかに、でもあると思うんだよね、ローザも。実はありましたよっていうのが、なんか途中でね、粋な演出で出てくるんじゃないかなっていうような感じで、今ローゼンの予言の能力はヘミングウェイの予言を完全なものにするための、まあ、サポートとして果たしてる予言なのかなっていうような感じは今のところするよねっていうことですね。はい、ということで、ちょっとね、やっぱ難しい。もう毎回言ってるけど難しいんだよね。もうめちゃくちゃファンタジー。なかなか回収されないっすね。そうなんだよね。で、一応来週の第6話では、ローゼンの正体が明らかになる、っていうこともね、一応言ってはいたので。ついにだ。まあ、だから、まあ、試作型予言者だっすよってローゼンが言うと思うんだよね。呼び名が変わるんだな、ね。そうそうそう。だったのかってね、なるとは思うんだけども、まあちょっとね、ちょっとそこも交互期待ということで。うん、ぜひぜひ考察をね、みんなして最後まで駆け抜けていきましょう。はい、ということで僕たちは漂着者以外にもいろんな考察やってます。はい、ドンということで、今はボイスをやってたり、虹と狼には騙されないっていうね、リアリティショーもやっていますので、ぜひぜひお願いいたします。はい、で僕たちはね、サブチャンネルをね、ほぼ毎日投稿してますので、ぜひぜひそちらのチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、以上、ロクロクでした。ご視聴ありがとうございました。僕たちの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。はい、ということでペチ、はい、ペリーがずっといないけど、なんでだろうね。ジン先生と出会ってペニシリンを作ってるんじゃないの。ペニシリンでございます。日曜劇場